ゆっくりと軍事が上昇です。マーク9番深谷、4番和田と3名上がっていき、積極先行があるのか。2番の軍事、前では8番の三谷が待ち、踏み込んでくる軍事ですが、まず三谷がペースを上げます。それを叩きに行った2番の軍事、軍事が先行勝負、追走9番の深谷、そして4番の和田と南関東3名抜け出して、中段を取った8番の三谷、6番の長島がそれを叩きに来る。長島と軍事での先行争いですが、突っ張る2番の軍事、軍事の先行、番手9番深谷がサポート、6番長島の動きを9番の深谷が牽制するが、逃げる2番の軍事、番手9番の深谷、そして4番の和田、切り替えて3番の平原がまくっていく。平原、それに合わせて9番の深谷が踏み込んで、大須は7番の松本も強襲してくる。番手まくりは9番の深谷、追走4番の和田、直線に戻って難関の争いは深谷が粘るか、迫って和田来るが、振り切って9番深谷、続いた4番の和田。後ろから上がっていく即席ラインは7番の松本秀之介、連日の果敢な動き、ここは深谷相手に主導権狙ってくるか。しかし引かずに深谷が突っ張ります。出させません。まずは深谷が突っ張って、南関東先行体制、7番の松本秀之介少し浮いた形からもう一度踏み上がって、2番手の外、しかし2番の深谷が突っ張ります。現在2番手並走状態、南関東勢突っ張り先行、2番の深谷が前を取っての突っ張り、7番の松本秀之介は下がって、先行2番の深谷、マークは4番の岩本、続くは8番の山形、南関東ペースをつかみ、6番の阿部拓馬は中段から、1番松本隆後方からのまくり展開、先行逃げる2番の深谷、逃げる深谷、4番岩本、8番山が南関東上位独占狙い、6番の阿部拓馬4番手から外踏み上がり、6番の阿部が外まくり追い込んでくるが、逃げる2番の深谷、深谷が逃げて4番岩本が追い込んだ、さらには3番大森も強襲。揃った関東勢を相手に三谷がどういった作戦を見せるのか。一旦抑えようという3番の三谷、インコース1番の森田を包み込み、近畿勢先行体制狙うが引かずに森田突っ張ります。森田が出させません。インコース突っ張って三谷が外浮き、一旦下がります。関東勢突っ張り先行、中段は南関東回っていき、三谷は一旦7番手先行体制、森田、関東勢が主導権掴んでいき、川越は中段を取り、3番三谷は後方から、近畿勢後ろから、ここは森田がペースを掴んでいます。マイペースの先行策、まだピッチ上がらず、4コーナーからホームでようやく踏み込んでいく森田。森田の動きを2番の川越が4番手からまくっていくか、関東勢がしっかり援護していき、7番の平原が牽制を見せ、今度は3番の三谷がまくってくる。もう一度踏み直してきた3番の三谷、三谷のまくりを見て7番の平原が番手から発進、7番の平原、そして続くは5番の諸橋、外から2番川越やってくるが、振り切って7番の平原。その小川が上がっていき、軍事に対して抑えて先手を狙うのか。5番の小川上昇も1番軍事がやや突っ張る動き、さあ先手争いですが、抑え込んで5番の小川、1番の軍事包まれて一旦中段を取りに行き、先行体制5番の小川、そして2番の岩谷も外踏み込んでいき、少し南関東包まれる形から、まず先行は2番の岩谷が叩いて先手を取り、5番の小川は中段を取りに行き、軍事は後方7番手、南関東勢は7番手からのまくり展開、先行ペース上げていくのは2番の岩谷、マーク9番小川英介、続くは6番坂田、九州勢積極先行、5番の小川が前車間空きながら、1番軍事を牽制しながら踏み込んでいき、和田が早くも切り替えた、和田健太郎切り替えてさばきながら踏み込めよ、7番の和田健太郎が踏み込んでいき、最後直線コース、2番の岩田に粘ってる、岩田に粘り、番手から追い込むは9番小川祐介。まず仕掛けたのは8番の岩田に、昨日準決勝も好連携の岩田に小川、兄弟弟子コンビがゆっくり上がっていき、さあ岩谷が果敢に攻めるか、
それを見ながら6番の川越も牽制しながら踏み込んで、先行勝負は川越、岩谷を出させません。突っ張る6番の川越、やはりここは深谷の前で思い切った先行を打とうという6番の川越です。残り2周から一気に吹かしていく6番の川越、逃げる川越、マークは9番の深谷、続くは7番の大森、中段を取っている5番の平原、まだ地元勢は6番手、そして8番の岩谷は後方から逃げる6番の川越、別線引きつけながら9番の深谷はどの位置から踏み込んでくるのか。まずは地元勢6番手からまくっていく、その岩本の動きを見て深谷も躊躇なく縦に踏み込んでいった。9番深谷の踏み込み、番手まくりを放っていき、そして7番の大森、その外を5番の平原、さらには3番の諸橋、逃げる9番の深谷、つける7番の大森が果たしてかわせるか。直線コース、逃げる深谷、深谷が逃げる、深谷が振り切って続いた7番の大森。